では変わってはエリアの話題をお伝えします。わが町レポートのコーナーです。今日のラインナップこちらです。どうぞ。エコノミクス甲子園宮崎県大会が行われました。そして第1回キッチンカーと食の大博覧会です。それでは早速どうぞ。宮崎太陽銀行本店で第10回全国高校生金融経済クイズ選手権エコノミクス甲子園宮崎県大会が行われました。このイベントは金融経済への興味を深めることを目的に宮崎銀行と宮崎太陽銀行が主催しているものです。今回は県内の高校6校から17チームが参加し、2人1組で全国大会への切符をかけた頭脳戦を繰り広げました。大会では金融経済の仕組みを理解し、生活防衛のために生かす力、金融知力を試す問題が出題されました。高校生たちは経済に関するニュースや新聞を見て蓄えてきた知識を駆使して素早く答えていました。中には問題をすべて聞かずに正解するチームなどもあり、会場からは大きな歓声が上がっていました。宮崎西高校の伊達メガネ研究会です。全国に行くことが目標なので、まあ、しっかり全国にあって、もし行けたら昨年の先輩たちのようにニューヨークに行けるような立派な成績を残したいと思います。僕多分決勝戦は伊達メガネ出てるんですけど、本来普通のメガネなので見えないと思いますけど頑張ります。宮崎第一高校の焼肉定食です。放課後に集まったり学校のみんなで、まあ、クイズをしたりしました。もし決勝に上がれないんだったら来年しっかりまたリベンジをしたいと思います。優勝したチームは来年2月に東京で行われる全国大会に出場します。全国の舞台でも学んだ知識を生かして活躍してほしいですね。大淀川河川敷で県内のキッチンカーが一堂に集い、第1回キッチンカーと食の大博覧会が開催されました。この催しは今年の3月に宮崎県移動販売者協会が発足したことを記念して初めて開かれたもので、会場には23台のキッチンカーが出展しました。この移動販売者っていうのが認知してもらうことを目的で今日イベントをしたんです。スイーツから麺類、一番売れてるのがケバブですね。久々に人商品が出てきたなとは思っております。来年は長崎、福岡、熊本かな、その3県から来て60台でやる予定に今しております。会場には家族連れなど多くの人が訪れ、ピザやラーメン、スイーツなど様々な食を楽しむ姿が見られました。またこの日は宮崎県のキャッチフレーズ、日本の日向宮崎県にちなんで、県産の抹茶や牛肉、豚肉などを使った日向創作料理の販売も行われました。今何食べてるんですか？ラーメンです。美味しいです。美味しい。友達のが一緒に行こうって言ってきた。やっぱいいと思いますよ。個性豊かなキッチンカーが勢ぞろいしたこのイベント、来場者は宮崎の食を満喫できたようです。これ行きたかった。これ行きたかった。ましたね。日向創作料理なんですけど、川南町産の抹茶がトッピングされたトルネードポテト、あと県産の牛肉ときゅうりを使った手巻き寿司、あとお酢ずとんのソーセージを使ったホットドッグなど、もう各店舗が工夫を凝らしたメニューが並んだということで、お腹空いてきた。どれも食べたいね。販売しててワクワクしますよね。もう来年60店舗ぐらいで九州から絶対来たわ。ね、すごい。キッチンカー大好きですね。はい、お出かけくださいね。はい、そして、はい、この第10回全国高校生金融経済クイズ選手権、はい、エコノミクス甲子園なんですけども、賢そうな方が並んでいらっしゃいました ね。6校参加していたんですけども、去年は、宮崎西高校インタビューを受けていた子たち の、 その先輩が、全国大会に行って全国で優勝してニューヨークの研修に行った。だからの伊達メガネの二人が先輩に負けるんでしょ。あのチーム名も、ね、はい、焼肉定食だったり伊達メガネ研究会などこう逆に考える高校生とかあったみたいなんですけど、優勝したのは宮崎第一高校が優勝したそうです。また全国の舞台で頑張っていただきたいと思います。ね、はい、日本をお伝えしましたわが町レポートのコーナーでした。では CM の後は
ゆかゆかお送りします。食べたかったね、キッチンカーね。忘れた。何がいいかな。